佐藤祭には、日本の裁判官、弁護士、東京地方裁判所部総括判事、最高裁判所上席調査官、司法研修所上席教官、横浜地方裁判所所長、早稲田大学法学部特任教授、司法協会理事長、TMI 総合法律事務所顧問弁護士等を、歴任。1955年秋田、県立閣野立高等学校卒業。 1959年中央大学法学部卒業。1964年裁判官任官、仙台地方裁判所判事法。東京地方裁判所判事、司法研修所教官、東京地方裁判所判事、最高裁判所,判事,裁判所事務総局民事局第一課長兼、第三課長、東京地方裁判所部総括判事、司法研修所教官、 最高裁判所上席調査官、東京地方裁判所所長代行等を経て、1996年、新潟地方裁判所所長。1997年、司法研修所上席教官。1999年、横浜地方裁判所所長。2001年、東京弁護士会弁護士登録。早稲田大学法学部特任教授。2001年、厚生労働省。 労働保険審査会委員。2004年早稲田大学大学院法務研究科客員教授。2005年司法協会理事長。2007年当院横浜大学大学院法務研究科客員教授。2008年総務省電波管理審議会審理官。2015年 TMI 総合法律事務所顧問弁護士。ありがとうございます。